いやー、ゴンちゃん、お疲れ様です。今日はどうしましたか？今日のゲストは何ですか？今日はですね、ちょっと、満を持して、俺の中では、隠し玉を出したいなと思います。わかりました。もう、じゃあ、早速呼びますか？呼ぶ俺が。もう。俺が呼ばなきゃダメ？まあじゃあしょうがないから一応まあいい呼ぶか。シートリカのサポーターの方々の前でヒロがプレイするっていうのは俺はすげえ嬉しかったから。やっぱゴンちゃんはそうなので、本当なんか特別な存在で、俺もないもんね。どういうことで、中学1年生から本当ずっと見てきたし、いろんなこと喋ってきたし、まあ、褒めてくれたこともあったけど、たくさんも怒られてきたし。ゴンダム。はい、ということで今日のゲストはヴィッセル神戸の廣永亮太郎です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、もうタメ語でいきます。なぜかというと、廣永選手は中高トップチームの約何年ぐらい ?8 年、9年ぐらいだよね。長かった。一緒にやってる後輩なので、ちょっと敬語は無理だから。ということで、今日なんで呼ばれたか分かる？いや、分かんない。分からんの？分かんない。分かんないか。ボンちゃんの口から言ってもらわないと。いや、なんか。この前試合終わって泣いてたから、なんで泣いてたのかって。なんか俺初めて見たからさ、ボール持って帰る。あね、気づいたらボールもらってたんだよね。いや、マジで超嬉しかったけどね。きっとゴンちゃんも喜んでくれてるんだろうなって思ってた。ヒロとすっげえずっとこう一緒にやってて、でまあ学年も近いし、ね、なかなか2人が一緒にピッチに出るってことはやっぱできないから、まあ振り返るとしたら東京戦だよね。ルヴァンだっけ？ルヴァン。ルヴァンの東京戦でアジスタでヒロが試合に出るっていうことが、俺からしたらやっぱ本当にすげえ嬉しいことで。ね、やっぱ、岡山時代はあったアジスタ？でも東京あったじゃない。アジスタではあったけど、ベルディが空いてて。そうだよね。まあそれも嬉しかったんだけど。でもやっぱヒロが、これからしたらやっぱアジスタで FC 東京、まあね、対戦相手かもしれないけど、FC 東京のサポーターの方々の前でヒロがプレイするっていうのは、俺はすげえ嬉しかったから、キャラにもなく、メールをするっていう。キャラになくね、ちょっとびっくりしたね。もう珍しいっていう返事が来るっていう、まあそれはそうよ。あれと基本的に送らん人だから俺っていう。まあでもね、コンちゃんはきっと、このルバの時でも、まあ、勝敗関係なく喜んでくれたんじゃないかなって。本当。あれさ、J1 にフル出場したのじゃあ初？フル出場は、広島の時、1試合だけ。はい、やったね。だからあれか、俺が鳥栖の時で、鳥栖とやる直前でしょ？そうそう。で、俺、ヒロと試合できっかと思ったら、出なかったんだよね、うちの試合に。そうか、あの時は勝てなかったのか。あの時はね、1対1で引き分けだった。じゃあ、この前はじゃあ、J1 初勝利。この間は初勝利。ってことで、試合後のあのセレモニーがあったわけ？そうです。いや、でも俺は、いや、なんかさ、これ、この、いろいろ対談いろんな人とやらせてもらっててさ、一応俺の中で、なんかこう、いろんな人が見てるから、これ。要はじゃあ、プロのサッカー選手を見てるし、じゃあ、サッカー、始めたばっかの小学生を見てると思うし、本当キーパーでキャリアをこれからやっていきたいなって思ってる人がみんな見てると思ってて、キーパー目指してる子供とか含めて、ね、やっぱ俺ヒロのキャリアってこう、まあ、特殊というか、なんか要はすごいこう順風満帆ではないじゃん。ないね、うん、絶対。だってもうヒロ今 31歳でその J1 初勝利するって、やっぱそれって順風満帆じゃないかもしれないけど、でも俺はやっぱそういう選手がやっぱね、
ドガンバ相手であれだけこう攻められた中で輝いてるっていうのは、これ別に、あの、仲いいからとか抜きに、やっぱりこう、いやだって、プロになっても12年、13年 ?14 年目。14でしょ、うん、?14 年間いろいろあったわけじゃん、そりゃ。そんなことあった中でやっぱそこにたどり着くっていうのは、やっぱ14年間ね、重ねてこないと、やっぱなかなかないことだし、俺それは本当素直に嬉しかったし、なんかこういう選手を俺はこのワンゴールキーパーの対談では本当取り上げていきたいなと思って。いやー嬉しい言葉。大変忙しいところではあると思いますが全然ゲストでもらいましたいやでも正直ね、ヒロに聞きたいことっていうか、ヒロのことは大体知ってるから、把握してるからあれなんだけど。そうね、やっぱさ、俺がでもすごい気になるのは、こうずっと試合に出れない環境に居続けたわけじゃん、言ったら、うん、で、じゃあベンチも入れない環境にやっぱいることがやっぱ多かったじゃん、正直。でもやっぱそこでさ、こう多分じゃあ同年代で引退していく選手とか、じゃあこうレベルをじゃあ下げてじゃないけど、じゃあ J1 じゃなくて J2、J3 に移籍して出場権を求めてっていう選手も多分周りにはたくさんいたじゃん。それこそ俺らの同年代でさ、同じユース出身の選手もたくさんいたじゃん。でもヒロはやっぱり、俺がやっぱすごいなと思った、 J1 のクラブにやっぱ居続けるっていう選択をやっぱ常にし続けたじゃん。それは試合に出れなくてもベンチに入れない状況でも、それはこうなんでっていうか、俺はそこは正直、ヒロは J2 とかバッていったら試合出れると思ってたから、でも J1 に居続けて、じゃあ試合に出れない状況に居続けたっていうのは、なんでこうそういう状況をこう、わかんない、選んでたのか、そういうふうになっちゃったのかわかんないんだけど、どういうふうな決断でそういう環境を選んでたのかなっていうのは、ちょっとすげえ気になる。一回、FC 東京から J2 の富山行って、そこで11試合ぐらい出させてもらって、まあ、結局その富山を J3 に落としちゃったんだけど、でチームがない中でサンフレッチェが声かけてくれて、もう一回 J1 で頑張りたいなっていう思いが、富山行った経験を得て、まあ、そういう気持ちが強くなってきて、なんとか一花咲かせたいなって、まあ、ゴンちゃんが言うようにその J2 行って試合に出るっていう選択肢もあったんだけど、何もしてないのにまだ なんとか頑張りたいなって、まあ、ずっと、まあ、思って踏ん張ってやってたっていう感じか。どう、でもじゃあ長かったじゃん、要はその期間が長い。あの時はさ、本当その1試合以外は、うん、まあ、ベンチ入ってる時はあったけど、やっぱなかなかこうチャンスが来ないっていう状況がずっと続くわけじゃん。でそれがじゃあさ1年間とかいう話じゃないわけじゃん、スパンが。それはさ、まあまあ、そんな言葉で言わせるか分かんないけど、どういうふうなこう気持ちで過ごすの？そうね。もうまあなんか大体その週で、まあ、試合に出れないっていうのをこう分かっていながら、まあ、練習をずっと何年間も待ち続けてて、心が折れることなんて何回もあったし、次の日の練習、メンバー外練習とか、やる気出ないななんて本当にたくさんあったんだけど、それでもまた週明けから頑張ろうってこう、まあ、思えたのはやっぱり奥さんの存在かなって。ずっとこう横にいて、あなたは J1 で輝けるよって、私は信じてるってこうずっと言い続けてくれたから、だから俺一人だったらもう途中で心折れて、うん、プロサッカー選手としてはダメになってたかなって思います。だからやっぱそこで、まあ、俺もさ絶対心折れる時はあったと思うんだよ、うん、でもさやっぱまあ俺ヒロの性格も知ってるからさ、やっぱまあ負けず嫌いでさ、うん、こう絶対そのメンバー入れなかったことにやっぱ悔しさもさ、でも毎週感じるじゃんヒロって、うん、こうそんなだってヒロってじゃあメンバー入れなくてまあ別に入れないし俺はって思うような選手ではないのは分かってるからさ、だからそれをこう毎週毎週がじゃあ1年2年3年って続いていくとさ、ねえ、それは当然こう折れる時っていうのは俺は逆にないわけないと思うから、なんかそのよくさ、なんかにゴールキーパーって心折れないことがすごいことだねっていう。そんなことはない俺ヒロの性格知ってるから絶対折れるときは折れるじゃん、
私悔しいところなくなっちゃうときはあるじゃん。でもやっぱ、まあ、ヒロだったらやっぱその奥さんの存在とか、やっぱそのリカバリーするっていうか、そのまあ、それ失点したときもそうじゃん、変な話。そうだね。やっぱリカバリー術っていうのはやっぱすごい大事だし、ね、じゃあよかったな、ヒロ。ありがとう。でさ、俺すげえ、あともう一個気になるのがさ、やっぱまあ今回はさ、まあ、なかなかさ、ないじゃん。ないない。2試合受けて、キーパーが怪我したんだっけ？ないんじゃないかな、J リーグでも。ないよね。ってことはさ、変な話じゃあ、2週間前までは3番手みたいな、まあ今年そのレバンとか使ってましたけどさ、じゃあ、前川選手がいて、飯倉選手がいて、じゃあ1週間前、2週間前までは、俺はまあちょっとまあメンバーも入れない状況だったのがさ、こう次の週にメンバー入って、いきなり試合に出るっていうことをしたときに、普通にパフォーマンスができるわけじゃん、ヒロって。ああやって。俺は思ったのは、ヒロが今までずっとこう出れない中でも、いろんな準備をし続けたわけじゃん。だそれがやっぱこう、正直全くバタバタしてなかったじゃん、あの試合。そうだね。ね。あんなんだってゲームがさ、もうキーパーが、ね、2試合続けて変わってさ、じゃあそこで変な話、こう、全然試合経験なくて、で、普段練習もさ、まあ多分たくさん一緒にやってきてるからいるじゃん、正直気持ちが入んなくなっちゃうやつとか。なんかこう、自分の中ではあれは、もう、うん、まあ別に普通だよっていう感じなのか、正直相当テンパってたのか、どっち？テンパってる感じはなかったんだけど、その前の試合でダイヤが怪我して、イープラ君が出たっていうのを見てたから、うんうん、もしかしたらあるのかもなって。で、入ってからは、まあファーストプレーは大事にしようかなっていうふうに思ってて、そのファーストプレーがうまく決まったから、まあそこから入っていけたかなっていう。いやでも、いいよ。俺ちょっと、痺れたわ、あれ、マジで。あ、セレッソ戦が？うん。いや、だから俺、いや、最初、その結果だけパッて見たのね。うん、で、ヒロベンチ入ってる、メンバー見てヒロベンチ入ってるってこう確認して、あって思って、試合終わって結果見たら、ヒロ出てるっていうところ。見返した。え？と思って。どういうこと？と思って。まあちょっとそこはこうフラットな気持ちでちゃんと見ようと思って、ヒロが出たとこから、出る直前ぐらいから見たらね、試合バーっと。したらなんか、わ、これやっぱヒロは、この状況でも、こう何一つこう、バタバタすることなく入れるって、こうやっぱ積み重ねの結果なんだなってすげえ思ったんだよね、あれは。いやまあなんか、イープラ君のこうアクシデントとはいえ、もう、待ちに待った瞬間だったから、うん。ピッチ入った瞬間は本当に自分でも痺れたし、まあでも、もうやれないことはできないし、もうやれることだけ、うん、丁寧にしっかりやろうっていうふうに言ってる。どう？それでさ、やっぱ、まあ、ルヴァンとかさ、じゃ広島試合も出てるけどさ、やっぱその状況でさ、こう、また次の試合、じゃあガンバ戦に向けて準備するっていう時間が来るわけじゃん。そこってやっぱどう？こうそれまでの感覚とこう違った？セレッソの時は、まあ、急に出番が来たから、なんだろう、緊張する時間もないというか、うん、ガンバの場合は準備期間があって、いろいろこう、考える時間があって、余計なこととかもこう考えちゃいがち、ネガティブなこととかもね。うん、まあ、それでもいい練習ができてたし、家に帰れば家族がリラックスさせてくれてたし、ガンバ戦もこれといってこう、緊張することなく、まあ、うまく入れたかなっていう。だって後半のとかさ、普通に1本やられてもおかしくないって、宇佐美かな、誰だろう、あれ。体格にさ、バーの下に打たれたやつ。誰だっけ、打ったの。小野瀬が打ったやつかな。かな、小野瀬か、そう、小野瀬が打ったやつか。あれとかもさ、だって、いや、あそこのコース、ヒロ、ああやって触るの得意じゃん、昔から。そうあれとかだって、もう綺麗にやっぱさ、あれなかったらだって追いつかれてるわけじゃないですよ。そうだね。うん、だ勝ちを全然だからやっぱ引っ張ったっつってもおかしくないわけじゃん。うん、で、やっぱそういうのをこう俺は、いやなんかこんなヒロを褒めるのは正直すげえ気持ち悪い気もするけど。ちょうだいちょうだい、もっと。こういう時じゃないともらえないからさ。マジで今年一番ぐらい、あのセーブはなんか声出しちゃったかも。こうハイライトとか今あるからさ、ハイライトとか見るのもあれだけど、やっぱ試合見るのがさ、一番こう、その、まあ、特にヒロとかさ、じゃあ、
誰の、じゃあ井上亮太とかさ、じゃあ田畑とかさ、やっぱこう一緒にやってきた仲間がさ、こう試合、阿部信くんとかもそうだしさ、仲間がこう試合出てるっていうのは、なんかこう、やっぱハイライトじゃもったいないなって俺正直思うから、でしかもヒロなんてなかなかこう出れなかったから、ヒロが出た試合をと思って見たけどさ、やっぱ、あれは、なんだろう、ハイライト見ないで見たら、なんか俺、うん、キャラにもなくちょっと声出しちゃったよね。でもどう今は、まあ、当然欲も出てくるでしょ、こうやってこうパンって出ると。そうだね、うん。もっと積み重ねていきたいなっていう気持ちはあるね。だからやっぱヒロは、こう今さ、多分、普通にさ、こうこれ見てる人はさ、よく出てきたでしょって言ったらさ、いやもうこれからスタメン呼ばれたいですっていう風にさ、普通多分言うんだよ。若いやつだったらバッてそれが出るんだよ。でもやっぱ、ヒロはやっぱその、積み重ねたいっていう言葉が出るっていうのがやっぱヒロらしいなと思うし、俺は。だし、やっぱヒロはそれを続けてるから、だからこれから先試合出続けても、いきなりパッて出るとしても、多分どんな時も落ち着いてパフォーマンスできるんだろうな。さっきさ、すげえ気になる言葉があってさ、できないことはできないしって言ってたじゃん。うん、でも俺もその感覚だしさ、それって多分俺らが、中学時代とかさ、ね、浅野コーチに教わってきたことじゃん。自分基礎のところでできることっていうところは教わってきたことじゃん。なんかそれは、なんか改めて聞けてすげえ嬉しかったなっていう。いや、今の FC 東京の時に、うん、ちょっとやってやろう感が出ちゃって。俺がね、その、俺のことをやってやろう感ってこと、どういうこと、モンちゃんのことをやってやろう感じゃないよ。自分をアピールして、いい選手ってこう、思われたいみたいな、FC東京のサポーターにも、神戸のサポーターにも、うん、その、監督にも、ちょっとこう、狙いすぎたというか、いいプレーをしようと思いすぎたというか、だからそのルヴァンでの経験があったから、そのセレッソガンバの時は、まあ、気持ちはこううまく割り切れたかなっていう。やれることだけしっかりやる。それだけでしっかり戦えるからっていう。じゃあなんかさ、まあ多分ないと思うんだけどさ、俺に聞きたいこととかあんの？聞きたいこと？これね、一応ね、みんなに聞いてんだよ。なんかいや、大体さ、あんまりこう、普段会わない人とこれ対談やるからさ、なんか聞きたいことあるっていうのを絶対みんなに聞いてんだけどさ。ああ、マジでないんだよな。やっぱゴンちゃんは、そうだろうね。本当なんか特別な存在で。これもないもんね。どういうことで。中学1年生から本当、ずっと見てきたし、いろんなこと喋ってきたし、まあ、褒めてくれたこともあったけど、たくさんも怒られてきたし、だからゴンちゃんの考え方っていうのはもう分かってるし、なんだろう、子供元気かなぐらいかな。だから本当そういう、なんだろう、ゴンちゃんのプライベートなこととかはちょっと気になったりするけど、そうやってなんかサッカーのことに関して聞きたいこととかは、正直あんまりないかなっていう。ゴンちゃんも同じ感じでしょ？俺もね、だからそう、正直ね、そう、ヒロは、すごい取り上げたいかったの、今回。マジで。やっぱ、本当に今、旬な選手だと思うし、今。だし、じゃあこれでさ、俺が散々褒めてもさ、別にさ、ヒロは調子乗んないの俺も分かってるからさ、いやいや、まだまだだよって思ってるのも当然分かってるから、だから取り上げても全然、まあ悪くないなと思ったし、逆にでもこういう、ヒロみたいにずっと我慢し続けて、こう、チャンスが来て、そこでしっかりプレーできるっていうのは、やっぱキーパー、あらゆるキーパーのやっぱお手本になる選手だと俺は思ったから、だから本当に出てもらったんだけど、正直ね、あんまりね、うん、今どうせそう思ってんだろうなみたいなことが多いから。俺もご、あね、本当唯一ね、ゴンちゃんから連絡来なかった。誰が？ガンバ戦終わって、うん、FC 東京では塩田さんからも来たし、うんうん、浜野さん、ゴールキーパーコーチからも来たし、阿部信くんからも来たし、唯一ゴンちゃんから来てなくて、でも、もうあえてだなっていうのも本当分かってたから。いや、なんか、いい時ってさ、みんな褒めてくれるじゃん。よかった時って。まあ、それは当然嬉しいからおめでとうっていうのも大事なのかもしれないけど、でもやっぱなんか、まあそう、俺は、まあ次でしょって思ってるから。そうそうそう。なんかね、
ゴンちゃんからメールが来てないだけで、こっからだぞっていう、ね、なんか感じたんだよね。でもまあ、そう、披露は分かった後だし、まあ、みんなからどうせお祝いメッセージ来てるし、本当にでも、うちだってそういうポジションじゃん。勝っても次が大事なポジションだから、だからまあ、よかったよ。そこまでさすが演奏ってくれるのはさすがヒロで。関係性が長いからね。今の J1 の選手で多分一番付き合い長いもんね、だってね。俺でも、ちょっとこれ本当に、これマジな話、やっぱヒロとピッチで勝負したい、一回、うん。ピッチで対峙したい、それは。それは思うよ。うん。本当に。トスと俺がトスでヒロが広島の時は、おっと思ったから、やっぱ、俺ないんだよね。まあ、ノブ君は一回あるんだけど、うん、でもやっぱヒロとか、まあ、田畑も井上亮太もやっぱできなかったから、だからやっぱヒロとやっぱそのピッチで対戦するっていうのは、俺は一回やりたいから、ちょっとお互い頑張ろう。それはね、本当ね、モチベーションになってて、もうこんちゃんとこういうふうに試合したいから頑張ろうなんて言い合ったことないけど、俺は常に思ってたから、それもモチベーションになってるから、頑張ります。マジで頑張ろう、本当に。さあ、俺らを育ってくれた人がやっぱたくさんいるじゃん。そういう人たちにやっぱその試合をやっぱ見せてあげるっていうのは、一個さ、すごい、なんか、大きな意味があることな気がするから、ね。やっぱ俺らって、さ、こう、ね、うちらだけで勝手に上手くなったわけじゃなくてさ、当然うちらね、お互いにいろいろ喋りながら、一緒に練習しながら一緒に上手くなったわけさ、うちらを導いてくれた指導者の人、特に FC 東京にはたくさんいるからさ、そういう人たちにやっぱうちらがピッチで勝負してる姿を、ちょっと見せよう。頑張りましょう。お互い東京にいないことです。二人とも東京にいたらできない。じゃあ。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、もう、感動しました。まあ、それはね、ここ3人一緒に練習してたからね。まあ、そりゃ、ね、感動するわな。俺も嬉しかったもん、正直。いや、でも、本当に、いろんな、まあ、キーパーじゃない、例えば子供たちとか、うん、まあ、いろんな、他のサッカーじゃない競技やってる人たちにも、なんか、勇気を与える回だったんじゃないかなと。いや、もう、俺も本当、俺、それは本当に思うんですけど、やっぱり、順風満帆なサッカー人生もそうだし、人生ってやっぱなくて、で俺はやっぱずっとヒロが、こう、毎回ヒロが所属してるじゃん、今までサンフレッチェ広島とかのメンバーを見て、ああ、今回も入ってないなっていうのを見てて、ああ、でもヒロまた悔しがってんだろうな、結構毎週こうメンバーは、ね、いろんなチームで、見てて、でまあ、やっぱこうやって、ね、一つ、まあ、俺も広島の時も勝ってたかなって印象だったけど、やっぱ今回 J1 初勝利ってことで、これっていやいや、たかが一勝でしょって思う人もいるかもしれないけど、でも本当俺なんかは広永のバックボーンを知ってるからこそ、この一勝の意味っていうのは本当に大きなものだと思うし、まあ、ただまあ、ちょっと途中話もね、ヒロがしてくれたけど、俺が連絡しなかったのは、まあ、やっぱね、とはいえ、そこがゴールじゃなくて、あくまで通過点で、何か物事を達成した時ってそこで満足しがちだけど、やっぱヒロにとっては、これはただ一歩目で、ここからあいつはまたどんどん進んでいかなきゃいけないっていうことだと思うんで、だから本当にね、対戦したいなって、またこうやって対談して改めて、思ったんで、僕もやっぱ試合で続けたりとか、まあ、J リーグで、ね、高いレベルで長くできるように頑張るし、ヒロも、やっぱそれをまあ目標、まあそんなことを目標にしなくていいかもしれないけど、やっぱ一つのモチベーションにしてもらえたらいいなと思った回でした。